はい、本日はね、久しぶりにあなたを褒める配信ということで、あのマシュマロでね、まあ、あらかじめ褒めてほしいことを募集して、まあそれを読んで褒めていくよっていう配信なんですけれども、またねゲストをお呼びしているんで、そちらの方からね自己紹介をお願いしようかなと思います。というわけで、そうかさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうかさんに来ていただきました、ね、よろしくお願いします。そうかさん緊張してますよね。はいはい、かわいいなこの人。ガチャしたいけど今月厳しいから我慢した。本当に、はい、偉い若干なんかこう不服そうな偉いは何なんですか。偉いみたいな。いや、なんか一緒に、はい、一緒にガチャという名の沼に落ちてもいいんだよっていうのを込めて偉いんですけど、ちょっとこっちに来ないかって、ね、次のスライ、あ、次のスライドって言いそうな、次のマシュマロにパワポかな。パワポかな。まあ、すぐ仕事に行こうとする。やめろやって話ですよね。褒められるようなことはないけど、何でも褒めてくれるらしいので褒めてください。このマシュマロを送ってくれたことにまず感謝を。偉い。手間というものがありますからね。はい、世の中のね、そういうね、別にそのね、この企画参加しなくてもいいわけじゃないですか。企画に参加していただいた、これはやはり偉いと言って良いのでは。良いです。良いです、ね、これは偉いです。これは偉いですね。革新的に偉いですね。偉いです。何よりも、ね、このツイート募集してますの、このツイートを見た、偉いですね。偉いですね。そして見るためにツイッターをやっている、偉いですね。偉いですね。ツイッターのアカウントを持っている、偉いですね。偉いですね。すごいですね。まずそのツイッターをやる前にはやはり生きていなければいけない。偉いですね。確かに偉いですね。生きてる、すごい、すごい、生まれてきてくれてありがとう。最終的に生きてることに感謝し始めてしまったんですけど。テストで100点取りました、褒めてくださいっていうマシュマロです。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい。100点か。全部正解ってやっぱ難しいですよね。難しいですね。いや、すごいな。100点なんて1回も取ったことないかも。1回も取ったことないかも。逆にその頑張って0点取ったことないありますよ。頑張って0点を取るんですか。無記入だったら取れるのでは。だって、いや、頑張って回答したんです。ごめんなさい、ごめんなさい。めっちゃかぼそい声で、私がなんか鋭利なナイフで刺してしまった。ちょっと今言葉のナイフで突き立ってしまった。別に未回答だったら0点になりますよねってこと言って、頑張って回答したんですよ。すいませんみたいな。めっちゃ申し訳なくなった。ちょっと罪悪感がすごいですね今。いや、本当だからね。やったわみたいな。まあ、逆に0点取る方が難しいと思うんだけど、100点取るのも同じぐらい難しいと思うので、偉いと思います。そこさん泣かないで。そこさん泣かないで。泣いてないよ。